経図関東海府市経図は、京都府宮津市に鎮座する、加護神社の社家、海府市に伝わる経図であり、加護名神社宿部市かかりず一貫と、加護名神宮派振部丹波国造天じか東の本期一貫とから、なる。共に、古代の士族制度や祭祀制度の変遷を研究する、上での貴重な文献として、昭和50年6月に重要文化財、翌51年6月に、 国宝の指定を受けた。本経図は、現存する日本の古経図としては、同じく国宝である、延鎮属性形図に次ぐもので、縦経図の形式をとっていることから、経図の個体を最もよく伝える、経有の遺品とされている。定裁は構造紙5枚を縦に継ぎ足した、幅25.7センチメートル、長さ228.5センチメートルの薪小地縦で、中央に、 単語国予算軍十四に下加護名神獣元今書斎、法祝部法司会部次家等の氏と表記し、一家薄鈴見による、計一線を引いて、その上に、神名、人名を記しているが、その上に、単語国印と彫られた手法印を押しており、単語国庁に提出され、その認可を受けたものであることがわかる。また、成立年代については、表記中に、 14位下加護名神とあることから、加護神社が14位下であった期間、すなわち、上岸13年6月8日を上限とし、元行元年12月14日を加減とするが、下術、冠中経図の中期にも、上岸年中の成立とある。作者は、当時の当主である、第33世、海譜正しとうおであると見られている。 シソヒコヒから第32世の伝武島まで、核予一名の直系子孫のみを記した、極めて簡略なもので、内容的には次の三部からなる。本経図に細かく中期を施したもので、縦経図の形式を襲うが、原則のものは、江戸時代初期の写本であり、原本は、庭年中に編纂された、丹波国造はまじ当時の本記であると伝える。その支配には、 桃山時代に遡ると推定される天候や雲の形による牧船を図示したものが描かれており、本来は保護士であった牧船図の裏に書者されたものであった。ちなみに編纂経緯として、中期中に一本運として以下のように伝えている。始祖から第34世位までが記され、確信人の自責により詳しい補充を加え、当主の兄弟や、 そこから発した冒険を記す箇所もあって、危機はもちろん、旧字本義などの古記録にも見られない、独自の伝承を記すとともに、本経図上大部で省略されたとさましき箇所も、これによって補うる。この経図に関する新聞論争など、資料批判は非常に少なく、大田寮が、経図に関して、田島省税町に見ゆるかい自家を私立の見えざるは、不審というべしと言及した程度である。 これに関して古代氏族東アジアの系図研究者である方賀年尾は海復死系図の内容に以下のような疑問を投げかけている。ありがとうございます。